イベリサンドの末っ子16歳ひなのです。千葉県出身で好きな食べ物はエビフライです。特技は小学1年生から10年間ぐらい習っていたダンスで、特にヒップホップっていうジャンルが得意です。あと今後特技に挙げたいと思って今ギターを練習してるので、上手くなれるように頑張ります。緊張が…いや全然そんな大丈夫だよ。大丈夫ですか？全然大丈夫。最年少マスコットで、理由は、最年少は一番イベリサンドの中で年齢が若いので最年少で、マスコットはこうたくさんお姉さんたちから無視をして可愛がられているので、だからマスコットかなって思いますはい。緊張してる。緊張するよ。池田桃花ちゃん、なんか仲がいいっていうか、すごい似ている部分がたくさんあるので、例えば服の私服の系統が似てたりとか、あと髪型も黒髪ボブで一緒だし、あと今度原宿に一緒に行こうねっていう約束とかもしてるので、特に仲のいいメンバーって言ったら池田桃花ちゃんかなって思います。やっぱり緊張しいっていうのが一番初めに出てくるんですけど、手のひらに人っていう字書いてパクパク食べて、よし私は今緊張をほぐしている、大丈夫だ大丈夫だっていう風に言い聞かせて、自分に言い聞かせてやったりとか、あとメンバーがいる時は背中をバーンって叩いてもらって、痛みで緊張をほぐしたりとかするぐらい緊張しいなので、そういう部分も含めちょっと可愛いと思ってくれたら嬉しいです最後にちゃんとそれ持ってくるんですね。はい思い浮かんだことは、私が小さい頃兄が FF やってて、でそれで横からこうずっと見てて、時折やらせてよって言ったんですけど、やらせてもらえなかったので、なんかそういうこともあって、やっぱ思い浮かぶのは小さい頃の記憶が思い浮かぶかなって思いました。はい、FF もゲームも楽しみつつ、応援アーティストとしても頑張っていくので、見守っていてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。